ちゃん、本当にいいの？いいんだよ。何か誤解があるようだけど、本当に僕はお柱様になりたくてなるんだからね。どうしてって聞いていいかしら。僕が負けず嫌いの頑固者だからさ。お柱様になる一番の目的は主のやつに仕返ししてやるためなんだしね。普通にやり合ったら勝てそうにもないことが分かったから、僕が張り切って今までの3倍ぐらいの勢いで力を削いでやるんだよ。そうだね、あと1000年もあればいい勝負ができるようになるんじゃないかな。言うねの社会復帰の方が大変だろうけど、頑張って。その辺は咲夜さんにうまい方法を習うわ。そうか、なら安心だね。それじゃあ、また。園児の導きがある時まで。星の光は遠い昔のもの。寒い空飛び続け、長い道のり越えてたどり着いた私たちの先達。月が傾き夜が幕を引いて、鮮やかに色づいた世界の中で、あなたと目覚めたら立ち上がり歩き出そう。日に霞むこの道はどこまで続いているのだろう。今もまた明日に向かって、太陽が昇る場所へ、あなたと二人で行きたい。光の差し込む
く馬こゆる秋だよね。そうね、食べ物の美味しい季節だけど、ケイちゃんは大丈夫かしら。桂馬つながりで桂こゆる秋にならないように気をつけます。だけど今夜は目黒のサンマだよ。はい、焼き魚ね。油を抜いてお吸い物にした方が太らなくて済むんじゃないかしら。お吸い物にしても美味しく作れるかもしれないけど、食材だって適材適所じゃないと。あ、なんだかいい匂いが。早速どこかでサンマを焼いてるのを嗅ぎつけたのかしら。違うよ、食べ物じゃなくて花の香り。そういえば金木犀の花かしら。もうそんな季節になったのね。もう10月だもんね。ええ、紅葉の季節ね。蛇塚の山もすっかり色づいてる頃でしょうね。そうなんだ。とても綺麗なところよ。少し遠いけれど、今度のお休みにでも足を伸ばしてみる？そうだね。私たちの誕生日ももうすぐだし、白川お兄ちゃんに挨拶しに行こうか。そうね。私たちはちゃんと幸せに暮らしていますって。環境設定を保存するけどいいよね。赤い糸。